彩りイリスは、スリライズに所属していた元女性ファッションモデル、元レースクイーン。旧芸名は、青山イリス。フランス人と日本人のハーフである。友人の紹介で、スリライズに所属し、2010年、スーパー GT、モチュールサーキットレディに選ばれレースクイーンデビュー。平成生まれとしては、初のモチュールサーキットレディとなった。2011年も引き続きモチュールサーキットレディを務めるが、同年5月21日と22日の岡山国際サーキット戦終了後、サーキットの轟音の影響による突発性難聴を患ったために RQ を引退。以降は、モデル業に転身する。2011年9月4日9月17日、神戸コレクション 2011AW に出演。同イベント内で行われたワンライフモデルオーディションで、花井ルミと共に審査員特別賞を受賞。その後、綾イリスに改名しモデル活動を続けていたが、2013年にスリーライズを退所。個人ブログも閉鎖され、2014年1月にモデル引退宣言を発表。AB、2010モチュールサーキットレディ、青山イリス。最強 RQ 図鑑。旧ブロ、レースクイーン情報ポータルサイト。2014年1月19日閲覧。ABC 矢沢貴則。レースクイーンライブラリー、青山イリス。2年目は感謝の気持ちを込めたウォーキング。ライブドア。2020年3月14日閲覧。AB 矢沢貴則。新人発掘オーディションで特別賞を受賞した二人の意外な共通点とは？ライブドアモデルコレクション。ライブドア。2020年3月14日閲覧。お料理教室。大石エリオフィシャルブログ。サイバレージェント。2014年1月19日閲覧。寝れない。梶真矢オフィシャルブログ。サイバレージェント。2014年1月19日閲覧。立花早紀。代官山コレクション。オフィシャルブログ。ウィーニングラン。サイバレージェント。2020年3月14日、閲覧。ありがとうございます。